オートサンプラーオートサンプラーは分析機器と連携して定期的に資料を分析にかけるための機器一般を言う。大気や湖などの大きな資料源から定期的に資料を採取する機器のことも指す場合がある。オートサンプラーにより多くの分析シナリオにおいて生産性、精度、角度が向上するので研究室において広く用いられている。通常、 オートサンプラーは、資料ステーションに資料を運ぶことのできる、もしくは資料採取機器を資料を並べてあるトレイへと動かすことのできる、ロボット機器により構成される。回転台、資料採取針、り、リモートシリンジポンプを備えた、オートサンプラー液体用オートサンプラーは適定器や、ガスクロマトグラフィー機、液体クロマトグラフィー機、水分析機など様々な科学的計測機器と、 連携して用いられる。多くの液体用オートサンプラーは回転台と資料採取機器からなる。回転台に資料を押せ回転させることにより資料の水平位置を変更する。回転台にいくつかの同心円状に資料を配置することもある。設計によって資料採取機器が水平方向には固定されて上下にのみ動く場合と 水平方向にも動ける場合がある。資料採取機器は、ほとんどの場合、注射針とそれに、チューブで繋がれた遠隔操作ポンピングシリンジからなる。似たような設計で、資料採取機の代わりに適定機器を備えた適定機もある。液体用オートサンプラーの一般的設計として、もう一つ、資料採取機器が、 例えば、CNC ルーターや 3D プリンターと同じように3次元的に自由に動けるような設計がある。このような設計のオートサンプラーに備わっている資料採取機器は、回転台オートサンプラーと同じような針の場合も、あれば遠隔ポンプを配することのできるよう、コンピートシリンジーの場合もある。このような設計は、例えば、ガスクロマトグラフィー用資料のように体積が小さい。 場合に一般的である。これらに比べるとまだ一般的ではないが、より安価に作れる可能性を持つ設計として、資料を試験管や張り、もしくは適定領域へと運ぶことのできるロボットアームが挙げられる。二つの固体用オートサンプラー。どちらもモーター付き回転台を備える。固体用オートサンプラーは元素分析機と連携して用いられることが多い。 一般的なモデルは資料を据えるための金属箔で巻かれていることの多い回転台を備えている。多くの場合、回転台を固定された角度だけ回転させることで反応器にサンプルが落下し常に流通しているガスによりパージされる。陶器製の資料ボートを備えるものなど他にも固体用オートサンプラーの設計はある。機体用オートサンプラーは定常的に空気もしくは 混合ガスを分析機器に供給するポンプのように単純なものも、あれば液体用オートサンプラーのシリンジを機密性のあるものに取り替えたようなものもある。オートサンプラーは特定の分析機器のオプションパーツとして販売されていることが多い。いろいろな機器用のオートサンプラーが非常に似通った動作をしており、容易に別の機器と連携させることができることは特質に値する。 しかし、製造元が分析機器のアクセサリーの互換性を制限しているために、そのようなことが行われることは稀である。製造元の異なる機器の間の互換性がないことは、分析シナリオ上何度も問題視されてきた。しばしば提案される解決法は製造者間で共有される標準を採用し、機器同士がシームレスに連携できるようにする案である。しかしながら、 この方向に向けた努力にもかかわらずこの領域における進歩はほとんどない。スクリプトにより聞き同士の互換性を改善しようという新たな方法も提案されている。ありがとうございます。